庄内川の水中映像の最新版。結構今回ね、大型の船が、結構長いこと餌をつっついてくれたんで、ちょっとこの動画を流してみたいと思います。どうやって撮影してるかをね、少し説明してみたいと思います。餌はね、吸い込み仕掛けみたいな感じで、先端に団子状に、固めたですね、団子より大きいですね、原骨と団子の間ぐらいの、練り絵というかね、これパン粉がメインなんですけどね、今回少し、あれですね、オキアミの粉かなんかをね、混ぜた餌を使ってましたが、基本的には団子餌を、針金の先っちょにひっつけて、針はつけてないんです。だから、いくら、船くんがつついてもね、釣れることはないんです。そういう状態にしてます。で、この、重りみたいね、右下にある水中カメラって書いてあるのがカメラで、この餌の方向に向かって一方向だけ撮影できるカメラなんです。で、これに15メーターのケーブルがついてまして、その15メーターのケーブルの向こうに、ビデオ録画装置っていうのがつながってて、水中の映像が録画できると。で、この餌と水中カメラ、ワイヤーでつながってるのをですね、水中、川、べりからね、2、3メーター、ドボンと投げたところに、投げ込んで、で、このビデオ録画装置のモニターで、撮影状況を見ているっていう、そういう状況ですね。で、そうしてると、ここね、鯉はね、ずいぶんたくさん来てた。白ハエもずいぶんたくさん来てたんですけど、多分これ、船だと思うんですけど、船くんが来て、延々つっついてくれたんで、なかなか面白い映像だなと私は思ったんで、アップしてみたいと思います。こういう撮り方でね、とりあえず、何せ、この餌と水中カメラの距離が、短いじゃないですか。10センチとか15センチ。だから10センチが15センチ向こうで、魚がですね、餌をついてる、つっついてるっていう映像が撮れてるっていう、そういう形になると思います。この庄内川の魚たち、釣りしてる人もあんまりいないんで、警戒心がないのか、こんな、なんていうのかな、簡単な装置にもね、ガンガンつっついてくれるというのが、なかなか面白い絵が撮れると。変わった魚でも来るといいんですけど、今までなかなかね、鯉、船、白ハエ、たまに、その他、ハゼ系というかね、ヨシノボリみたいな魚が来るぐらいでしたけど、それではご覧ください。We'll be right back.